どうも、ラムチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は奇跡のペンダントの無限入手をやっていきたいと思います。奇跡のペンダント、これですね、 AP プラス1のアクセサリーになるんですけども、かなり強くって使ってる人も多いのではないでしょうか。でもこれ数に限りがあってかなり貴重なんですよね。でも全クリをした後に無限に入手することができます。入手できる場所はここですね。一角獣の葉を、全クリをしますと、ここ何度でも挑戦することができます。行きましょう。で、さらにいいことがあって、最終局面までスキップできます。ここめちゃくちゃ長いのでスキップしましょう。それではステージやっていきますね。まずは飛行できるユニットを使って進めていきます。で、行ってる間に主人公を出して、で、とりあえずここを倒します。で、正気を敵が使ってくるんですよね。で、それを主人公で解除ですね。 OK、 正気使ってきました。で、これを主人公で浄化してあげます。よし。で、浄化したら拠点に戻しましょう。撤退する。で、必ずね、こっちを倒すようにしてください。倒すときはスキップですね。スキップして倒せればいい。で、 OK。 で、なぜこっちがいいかっていうと、ここアイテムがあるんですよ。アイテムがあるんで、これは必ず取るようにしてください。ここでエリクシールを入手することができます。エリクシールは最強の回復アイテムですね。なので、1回クリアするごとに奇跡のペンダントプラス、エリクシールを1個必ず入手できるようになりますので、これは絶対取ってください。ユニット内全員の戦闘不能を解除して HP を全回復、これマジで最強です。はい。で、ボスはまあまあそれなりに強いんですけども、バフをかけてあげれば、まあ、簡単に倒すことはできると思います。 OK、 はい、倒しました。で、まだここでは入手できないんですよね。この次を倒して入手ができます。魂を解放する。はい、どんどん早送りしていきましょう。で、最終戦ですね。 OK、 分かってる分かってる。で、ここで主人公でそこを倒せると思うので、主人公で突っ込んでください。自分の陣地は別に守らなくてもいいかな。取られることは多分ないと思います。気にはさせない。いい、やったぞ。で、どんどん行こう。で、ここでもスキルを使っていけば一発で倒せるんだよね。よし、 OK。 で、倒しました。ここで奇跡のペンダント必ず入手できます。で、あとはドラマシーンをスキップして、で、セーブできますので、セーブをしていきます。で、セーブをしまして、その後にロードですね。で、ロードしてきました。そうすると増えてるんですよね。あー、わかんないかほら、ここら辺にも使ってないやつがあるでしょ。増えるんですよ、1回に、1個ですね。で、1回終わらせるのに、5分ぐらいですね。1周5分ぐらいで1つ増えますので、まあまあ、10個ぐらいあればかなり面白いことができると思いますので、まあ、クリアをしたら奇跡のペンダント、入手してみてください。無限に入手ができます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。